こんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。はい、またお久しぶりの動画となってしまいました。何人かの方からご心配の声をいただいているんですけども、コロナにはかかっておりません。大丈夫です。元気にやっております。ありがとうございます。ご心配いただき。私はフィリピンダバオ市の大学で日本語を教えてるんですけども、まあ、オンライン授業が始まりまして、初めての取り組みなので、いろいろとですね、バタバタしてるっていうのがあり、あとは私生活でもですね、妻が妊娠していまして、まあそういうのでいろいろ準備とかがあったりですね、なかなか動画に手をつけることができず、まああとはあれですね、最近まであんまりそのコロナの動きに大きな変化っていうのも、まあ、特に私が住んでるダバオ市ではなく、ほぼ通常通りの生活になっていたんですが、まあ今回ですね、規制がまた強まるということで、また動画を作ろうと、はい、思い作っています。それではダバオ市のことをお話しする前に、フィリピン全国のですね、感染者情報を見てみましょう。こちらです。はい。一番上の数はですね、感染者の総数から回復者の総数と死亡者の総数を、引いた数ですね。現在も陽性の状態が続いている数が一番大きく出ており、それが 48,040 人となっています。10月15日時点での数字ですね。その下が新規感染者の数で2261人となっています。右下の四角に行きまして、そこに書いてある数字が感染者の総数348,698人となっております。その隣の円グラフはですね、現在も陽性が続いている感染者のうち、症状がどういう人が多いかというので、マイルド、軽症の人が一番多く 84.6% となっています。続いて無症状の人が 10.7%、そして重症の人が 1.6%、そして致命的な症状の人が 3.2% という順番で続いています。で、その左に行きまして、上から新規感染者が出ている地域ですね。それが上から多い順に並んでいます。一番多いところは NCR、これはマニラ首都圏の数字となっています。はい、続きまして、こちらですけれども、回復者と死亡者の数になります。はい。回復者の総数は 294,161 人ですね。その隣が死亡者の総数となってまして、6,497 人となっています。新たな死亡者の数は50人となっていますね。そして本日の、メインのお話につながる、このデータですけれども、私が住んでいるダバオ市を含めるダバオ地域の、6日分の情報となっています。こちらは10月の9日から、10月の14日までのデータとなっています。左上から右、そして左下に行って右という風に並べています。一番左上の10月9日ですね。これも一番目立っているのは、現在も陽性の状態が続いている人たちの数になるんですけれども、その下が新規感染者ですね。黄緑色の中に小さくなってますけども、そちらに注目していきたいんですけども、まだ新規感染者がですね、ダバオ地域だけに絞って、見ても、日々多くの数が出てるんですね。10月9日から29人、そして10日71人、11日が76。で、左下行きまして、これは少なくなって1人になってるんですけども、検査施設が3つあるうち2つのところしか上がってこなかったので、数字も少なくなってるということですね。で、続いて真ん中の、下の真ん中が、68人、そして一番、このデータで新しくなってるので、10月14日が新規感染者92人と、毎日多く出ています。これによってですね、赤い四角の中が感染者のダバオ地域の総数ですけれども、10月9日が3464人だったのが、10月14日には3771人まで増えています。そしてこちらはダバオ地域の回復者と死亡者ですね。回復者は新たに57人、これは10月14日のデータですけども出ておりまして、総数が2920人。そしてその隣が死亡者、新たに4人出てまして、死亡者の総数はダバオ地域だけで100人を超えて129人も出ています。はい。ということでですね、毎日、多くの新規感染者が出てるんですけれども、まあ、このほとんどがですね、こちらを見るとわかるんですが、一番目立つところで722人。これは、現在も陽性の状態が続いているアクティブなケースの数なんですけども、そのうち511人、現在も陽性の状態が続いている人たちがダバオ市にいると。もう7割近くの人がもうダバオ市なんですね。その隣が感染者総数ですけども、やっぱり3771人のうち2462人がダバオ市から感染者として出ているという表になっています。なので、ダバオ地域の中でもダバオ市が本当に多くの感染者が出ているということになっています。
このデータで見てわかるようにですね、感染者が多く出ているので、ダバオ市長のサラ市長はですね、新しく行政命令を出しまして、また夜間外出禁止令を出したんですね。規制のレベル自体は変わってないんですけれども、ダバオ市独自に夜間外出禁止令を出しています。それが夜中の7時から翌朝の朝5時までですね。この時間は許可されている仕事をしている人たち以外はもう外に出てはならないという命令が出されており、これが、この動画を作成している10月15日からですね、なんと年末の12月31日、2020年の年末まで、続けるということが発表されています。本当にこの命令が出ると、報道された時はみんな驚いていたんですけれども、またかと。結構自由な雰囲気だったんですよね。もう夜間外出禁止令、以前は規制厳しい時は ありましたし、曜日によって出られないという、外出許可証がないと出れないという時もあったんですけれども、それが、なくなりまして、もう基本的に自由にいつでも外に行けてたんですね。まあ、モールの中とか入る時は、マスクと必ずフェイスシールドをしなくてはならないですとか、公共の交通機関であるジープニーという乗り合いバスに乗るときもマスクとフェイスシールドをしなければならないという決まりは、あったんですけれども、人の動き、また車の動きも、まあコロナ以前と比べては、さすがにまだ出てはいけない人たちとか、まあ自粛して出ない人たちもいますので、減ってはいるんですけど、まあまあ賑わいあるところはスーパーマーケットの中は行列できたりもしてましたし、あったんですよね。まあそれでもやっぱり以前と比べてお店、特に飲食店ですね、お客さんの数がもう明らかに以前と比べては減って、結構好きな時にいつでもどの店でも入れるようなぐらい中に人はいるんですけれども、以前は本当にいっぱいだった店が今は結構そこそこだったりもしてたんですけれども、そういった雰囲気になっている中でこの規制が出まして、特に飲食店は夜とかですね、夜7時の時点で外に誰も出てはいけないとなると、もう夜間営業はかなり厳しいですよね。ということで、私の周りの、まあ、特に日本人の人たちは結構この規制に対して怒りを示したりですとか、どうしようとまたなってしまっている人もいますし、まあ、私自身もですね、まあ本当にまた不便になるなという感じなんですけども、じゃあこれに対して、フィリピン人の人たち、ダバオ市民の人たちはどういう反応を示しているかっていうのが、私も同じような感じなのかなと思ったんですが、意外な結果が出ていました。それがですね、こちら、サンスターダバオ新聞の Facebook の投稿なんですけども、アンケートをしてるんですね。厳しくなった。また再び夜間外出禁止令。そしてアルコールも夜7時から朝の5時までは売るのもダメだし、消費するのも外ではダメですよということになりまして、そんなダバオ市になってどう思うかということを、このように質問投げかけだったんですね。それに対して、イエス、賛成だっていう人はハートマーク。超いいねですね、日本語で言うと。で、ニュートラル、どちらでもないな、普通っていう人はいいね。そして、反対、ノーっていう人は、ひどいねですよね、日本語で言うと。この怒ってる顔のマークをつけてくださいっていうので、アンケートを Facebook 上で出したんですね。まあ私はノーのこの怒ってる顔が一番多くなるんじゃないかなと予想していたんですが、10月15日時点ですね、予想外な結果が出まして、なんとですね、一番多かったのは、超いいねのハート型マークだったんですね。それが4275人の人がハートマークをしてたんですね。賛成と。で、その次に多かったのが、じゃあ、起こったマークかなと思ったら、そうではなく、ニュートラル。どちらでもない、普通っていう人たちだったんですね。で、一番、で、その数は3000と15人だったんですね。4275について3015人。じゃあ、反対、怒った顔のマークをつけた人はどれだけいたかと言いますと、たったの807人だったんですね。これは本当に意外でした。まあ、それだけダバオ市民の人はやっぱりコロナウイルスの感染者が増えていて、やっぱり自分の身もそうですし、家族も心配だという人が多いんでしょうね。なので、まあ、仕事をしている人たちは当然不便ですし、実際、業務上にね、本当に夜中営業しないと収入がないっていうお店も飲食店とかもあるでしょうから、そういう人たちは本当に大変な思いしてると思うんですけれども、多くのダバオ市民の人たちは、賛成っていうふうにこの結果を見るとわかりますね。これコメントもすごいいっぱいついてるんですけども、やっぱりもう賛成賛成賛成ってなってたりですとか、中にはもうビジネスマンの人で、もうダバオ市の経済をどうしてくれるんだっていうコメントを、辛辣なコメントをしてる人も
ていますし、まあ、その中でもやっぱコメントでも賛成です。やっぱりコロナから身を守るためには私たちも厳しい規制をしていかなくちゃならないということ、そういった内容を書いている人が多かったですね。これは本当に意外でした。まあ、この本当にですね、賛成という支持する人が多い中で、まあ、みんな我慢して7時以降は外に出られず朝の5時まで出られないということなので、これが功を奏してなんとか年末までに感染者の数を抑えていきたいと、自分自身もダボに住んでる身ですので、頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで本日はダバオ市の規制外出禁止令がまた出たというお話をいたしました。私の動画ではこのようにフィリピンのお話、そして私が住んでるダバオ市、ダバオ地域の、お話について、最近はコロナ関連のニュースが本当に多いですけれども、こういった内容を発信しています。フィリピンやダバオの情報が気になるという方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。